こんにちは、ソカジクのコブです。今回はアフィリエイトについてのね、毎日メッセージをいただいておりますけども、ついにですね、A8 ネットのアフィリエイトランクがシルバーになったということでおめでとうございます。まあ、シルバーがね、一つの区切りになっております。これからですね、ゴールドを目指していただいて、そしてブラック。まあ、アフィリエイトするんだったらブラックが当たり前ですからね、ブラックの中にもブラックのランクがありますんで、そのシークレットのね、ブラックランクを目指していただいて、で一般に公開されていないアフィリエイト案件とかをね、使っていただいて、えー、ど,んど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 んね、実績を上げてもらいたいなと思うんですけども、えー今 今回のご質問の中ご疑問の中にね一つあったのがあの稼ぐ方法を人にね、えー、販売して利益を上げていくっていうのはどうなのかなと、まあ、私のフェーズではもうやりませんけどもただね乗り越えないといけない段階ではあるんですよ自分が実績を上げた方法5万なら5万10万なら10万を儲かった方法を例えば2万とか3万とかね5万とか10万で売っていくってことができなければそこのカップを超えなければですね結局コンテンツってのは売れないんですよ 自分の実績とか、自分の体験とか、自分の持っている情報を人に販売して、人にお伝えしてお金をもらえるということの繰り返しをしないと利益を上げていけませんえ。情報ビジネスはできませんので、まあ、この情報を売るのは無理かなと思った時点でもう情報で稼ぐこと、アフィレートで稼ぐこと、そして、ね、ネットビジネスで稼ぐことっていうのは諦めるという方向になっちゃうんですよ。まあ、ですので、ここをね、しっかりと取り組んでいって壁を壊していっていただきたいなと思います。もちろんですね、そして、あの なで方法論とかノウハウがお金で売れるようになったらある程度お金で売れるようになったらそのお金をもとにですね今度次のフェーズ投資の方に向かっていって。 投資でお金を増やして、自力で自分のお金を稼いでいって、もうノウハウとかね、えー、人に何かを伝えるときには、なるべく低価格とか無料にやるフェーズに、これがプロのフェーズですけども、ここに行っていただければいいんではないかなと思います。最初から無理ですんで、えー、そしてですね、十分、今アフィリエイトでね、えー、7万円ぐらい利益上がってるように見えてますけども、このアフィリエイトで7万円とか8万円稼ぐ方法っていうのは、まだね、アフィリエイトで1万円とか2万円すら稼げてない人にとっては、お金を出しても欲しい情報とかノウハウではあると思うんですよ。ただですね、これ、ノウハウ を知っただけではなかなか実績が出ませんのでそこはやっぱりサポートしてあげないといけないかなと思いますサポート期間を設けるなりサポート回数を設けるなりしてえご自身でね あの私のうちに何回も来ていただいたようにああいうふうに、まあに、あのー、マンツーマンで面と向かってとかもし実際に行けない場合は動画で指導してとかメールで指導して実績を出すまでねしっかりと責任を持ってやっていただければあ満足度も高いものが与えられると思うんですよ、まあ、その繰り返しでございますで人からバッシングを受けるっていうのはバッシングをね、えーまあ、受けることもあるんですけども人にクレームをつけるレベルの人とはだんだん付き合いがなくなっていきますんで安心してください最初自分のレベルが低い時ってのは何でもかんでも責任を 人に押し付ける人が山ほど出てくるんですよ。 でもそれを乗り越えて、だん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 あ、自分でやることっていうのは自分で責任があるなっていう風に、人は育っていきますし、そういう人としかお付き合いがなくなってくるんですよ。それがだから自分のレベルになってきます。最初はですね、本当にね、やることなすことうまくいかないって感じるかもしれませんけども、これはね、まあ、当たり前なんですよ。うん、野球部に入って、最初、野球のね、ボールにすら触れ,れさせてもらえないと思うんです。で、繰り返し繰り返し練習しても、試合にも出してもらえないと思うんですよ。で、試合に出ても、やっぱりいつもヒットを打てるわけでもないですし、いつもファインプレーができるわけでない。 ないとと思思ううんんででですすすよよねねやっぱりり失敗ばかりだと思うんですよ同じです、ね、何をやっても最初はあ自分の力量に合わせた失敗とか思いもかけない結果っていうのがあるわけなんですよね。それを乗り越えてだんだん、えー、意識して結果を意識した結果にたどり着けるようなスキルが身についていくそれが上達だと思います。えーまあ、今となってはね私は情報発信で発信する前に何が起きるかっていうのはある程度予測ができるんですけどもこれでもね最初はできなかったですよ。最初はやってみないとわからないレベルからでした。あそういうい意味も込めててねコ、えー、コツコツとやっていくと ところとあとコツコツやっちゃいけないところとの見分けをつけてい,っていただければと思います、えー、例えばね今ねブログの量産っていうのは私はそんなに一生懸命やってもしょうがないのかなと思いますけどもそれでもね試しに1000個ぐらいやってみてもいいと,いいと思うんですよ それはね、やってもしょうがないよって思うのを鵜呑みにしてやらないのか、それともやってもしょうがないよっていうふうに言われたんだけども、やっても結果が出る方法を探しに行くのっていうのは大きな違いがありますんで、えとにかくね、やらない理由を探すんではなくて、どうやったらダメだよって言われてるのを解決できるかなって、その挑戦、この矛盾への挑戦がすべてビジネスだと思いますんで、これからも頑張っていただきたいと思います。またね、個別でのー案件、質問などを送っていただければと思います。えー、稼いだ後は後ろ指されそうですというね、あの、お金を稼いで、 後ろ指さす人ってのはあのー、お金にね、えー、本当にね、こだわってる人、お金で困ってる人なんですよ。で、やっぱりね、お金が稼ぎるようになる人とか、あとは人に感謝ができる人って、人の後ろ指さすことはないんですよね。 自分に被害を与ええた人でですすらやりかえそうななんんて思えないんですよだんだんそういうね、えー、いわゆる質の高い人との付き合いばかりになってきます。最初は自分の質が悪い時っていうのは、後ろ指刺す人っていうのはいっぱい出てきます。それはだから自分のレベルなんだと思って乗り越えていく。そういうふうなことを繰り返していくべきなのかなと私は思いますけどね。 えー、まああのお金持ちになって寂しい人生が待ってるってことは別にありません、えー、お金がないから寂しい人生なんですよでお金がない上に精神力もないから本当に寂しい人生なんですよお金がなくても豊かに暮らせる精神力があれば寂しい人生来ないんですよねでもっと言ったら寂しさってのが別にね辛いことではないって苦痛ではないっていうふうに考えれるようになるともっといいですよね寂しさって結局ね豊かなことなんですよ <laughs>、まあ、そういうふうな発想の転換ができるといいかなと思いますけどねこの辺はまた別の機会にお話ししましょうそれでは今回は以上です Thank you.